1922年以降のルーマニア国王の紋章ルーマニア人の王、内氏ルーマニア国王は、1881年から共和制が宣言されたし、オスマン帝国の従属国であったワラキアとモルダビアの両行為が1859年にアレクサンドリオアンクザによって兼ねられ、1862年にルーマニア国内氏は支配者となったクザによって統一されると、国は、 ルーマニア連合公国と呼ばれた。1866年にクザは議会によって退位させられたが、この時に議会は連合公国の君主をドイツ諸公に要請し、ホーエンツオレルンジグマリンゲ家のカロル一世が新たなルーマニア公となった。オスマン帝国からのルーマニアの独立は1878年のベルリン会議で認められ、ルーマニアは1881年に 主権のある王国となり、カロル一世は国王となった。1927年にフェルディナンド一世が崩御すると、息子カロルがいるにもかかわらず、ミハイ一世の最初の統治は、しばしば愛人と西王に暗息の地を求めて国を留守にしていた父カロルの帰国と即位宣言により、わずか3年で終わりを迎えた。カロル二世は当初ルーマニアを統治することは望んではおらず、 父フェルディナンド一世紀の前で公的文書により自身の多い請求権を放棄したにもかかわらず不満を抱く一部の政治派閥によって企てられた突然のクーデターの際王位を請求するよう強要されたカロル二世の10年にわたる統治は1940年に突然終わりを告げた8月30日に発表されたドイツとイタリアの仲裁による第二次委員裁定で トランシルバニアをハンガリーに割譲せざるを得なくなったカロル2世の威信は急速に低下した。9月6日、イオン・アントネスクが主導したクーデターにより、カロル2世は大尉を強要され、走行列車で国外退去した。カロル2世は最終的にポルトガルに落ち着き、愛人マグダルペスクと結婚した。その後、プレー防用がルーマニアに呼び戻されることはなかった。 福井した、ミハイ一世は憲法への宣誓と議会の信任を抜いたことで、憲法によらない王として君臨した。二度目の即位から間もない1940年9月6日、退官式の代わりに、ブカレストの総主教座大聖堂において、ルーマニア正教会総主教、ニコディム・ムンターヌによって王として正規をしされた。このように、ミハイ一世は、聖なる権利による唯一の 神の恩長下にある完全に非憲法的な王であった。しかし、ミハイ一世の第二の在位機関の大半は全権を有する国家指導者となったアントネスクの独裁体制下にあったため、ほとんどの権限を行使することができなかった。ルーマニアはドイツと同盟を結んで大祖戦を戦ったが、1944年にはソビエト赤軍がルーマニア東部に迫った。ミハイ一世は、 同年8月23日にアントネスクを解任、ドイツとの同盟を破棄して1923年の民主的な憲法を回復した。しかし赤軍と同盟を結んで、ドイツと戦ったにもかかわらず、ソビエトによるルーマニア占領が1945年に始まった。1946年、ミハイ一世は議会を最初に一時停止して、すぐに復活させた。 1947年12月にルーマニア共産党員はソビエト占領軍の重権と戦車で舞い戻り君主制の廃止を宣言した。大位を強要されたミハイ一世は国外退去することを許された。1989年に共産主義政権が崩壊するとミハイ一世はルーマニアへの帰国を果たした。元国王は ルーマニア国民から好意的に受け入れられ、とりわけ、ブカレスト市外では多くの群衆から熱烈な歓迎を受けた。ミハイ一世はルーマニアにおいて公的な地位を持っていなかったが、ルーマニアの現状に対する遠慮ない発言を続けた。また、共和国大統領や首相は、ミハイ一世ら旧王族との会談をたびたび行い、旧王室と共和国政府との関係は決して悪くはない。 2016年6月16日、社会民主党党首、リビウ・ドラグネアは、旧王室の法的な地位を規定する、法案を準備する意向を明らかにした。ダチアン・チョロシュ首相はこれを受けて、政府も、すでに王室の地位に関する研究を始めており、ドラグネア党首が、この件を支持しうると聞けて嬉しいとの考えを明らかにした。6月23日、政府は、 ルーマニア王室に関する法律案を公表した。この法案が成立すれば、ルーマニア王家課長は、大統領経験者と同額の手当を毎月支給され、また、王室の運営費は国家予算で賄われ、王室はエリサベータ宮殿を99カ年無償で使用できるようになる。マルガレータ・ミハイ一世の長女、2007年のルーマニア王家課内法の改定により、 推定相続人の地位は、本家のホーエンツォレイルン公、フリードリヒビルヘルムから、長女のマルガレータに移った。2016年3月に、ミハイ一世が公的な立場から退くとマルガレータが、ルーマニア王冠の守護者を称するようになり、翌2017年に、ミハイ一世が崩御するとマルガレータが、陛下と呼ばれるようになった。カロル二世が、結婚無効を宣告された。 最初の妻ジジランブリノとの間に設けたカロルの長男パウルはカロル2世の最初の結婚が有効であるとして自身が正当なルーマニア王家の課長であると主張している。エレナミハイ1世の次女、エリサベータ・エレナの長女、ありがとうございます。